もこんにちは、瀬田浩司です。皆さん、最近疲れてませんか？お仕事しすぎたり、学校でなんか嫌なことあったりね、いろんなことあってね、今まあ週末だけれども、また日曜日明日終わって、ああ月曜日行きたくねえなっていうね、疲れがなかなか取れない人、なんか悩んでる人とかいるんじゃないですか？でもやっぱね、それなんとかして自分でね、こういい方向に持っていかなきゃいけないということで、僕はね、その一つの方法としてね、100円ショップをね、おすすめしています。最近なんでかっていうとね、とりあえず100円ショップ行くとね、まあなるべく大きい店行ってください。そうするとまあいろんなもん売ってますよ。で、何がいいかっていうとね、100円だからもう何でもかんでもね、とりあえず買えちゃうんですよ。買い物をするってことはね、なんかこう発散することでもあるから、とりあえずね、100円ショップでいっぱいいろいろ買ってみるっていうのはね、大切なんです。でね、なんで僕はこんなことを言ってるかっていうとね、僕もね、疲れてます。もう結構参ってます。もう最近、ああもうあれ、俺ダメだっていう感じになっちゃってるから、とりあえずね、100円ショップ行ってね、いろいろ買ってきました。これ僕はね、100円ショップパー、これじゃねえ、100円ショップパーティーっていう名付けてるので、今日はその100円ショップパーティーをやってみたいと思います。はい、早速買ってきたものを紹介しますよ。せーの、ポイ、こちらでございます。はい、ダイソーで大量の100円もののものを買ってきました。この中にね、たくさんのものが入ってるので、ちょっとね、1個ずつ、紹介していきたいと思います。本当にいろんなもの買いました。まずは食べ物からいこうかな。もうこれジャブね。はい、こちら、チェルシーキャラメル。あの、僕らが知ってるチェルシーってね、普通硬い飴なんだけど、これキャラメルになってたからね、ちょっと買ってみたんだ。これ100円だから、これちょっと1個食ってみようね。チェルシーキャラメル、キャラメルになってんの。普通のキャラメルだね、これね。普通のキャラメルでした。はいはい、次いきます。こんな感じでいきますよ。こんな感じでいきますからね、どんどんいきますよ、いっぱいあるから。はい、次、はい、こちら、こんなの売ってんの。1日3分リフレッシュトレーニングメガネワイドタイプ、ピンホール原理ではっきり見える。はい、メガネをかけ1日3分間目を動かしてください。はい、メガネにね、プツプツがたくさん開いてますよね。これ何かっていうと、ピンホール原理って皆さんご存知ですか？細かい穴から見ることにより目を通過する光の量が絞られます。点々しか書いてないからね。するとピントが合う範囲、焦点深度が広がりますので、今までぼやけていたものも見やすくなると。で、これをピンホール原理と言います。またこの時、眼筋、目の筋肉を使って水晶体の厚みを調整する必要がないので、眼筋はリラックスできる。だからこれをかけるとね、目がすごい良くなるんだって。で、それでテレビとか雑誌とかね、なんかリラックスした時につけてください。そうすることで目をリラックスさせることができる。いや、でもね、俺これね、相当目悪いから、これ外すんでしょ一回。大して見えないと思うんだけどな。はい、出ましたよ。これなんか仮面ライダーみたいだな。俺仮面ライダーみたい。これをだからこう撮るんだね。今僕何にも見えてません。モニターもね、今ここにあるんだけど見えてない。で、目の前にね、 EOS70D があるんだけど、それの上にあるキャノンっていう文字がでっかくあるんだけど、それも見えない。そんぐらい悪い視力として言うとですね、 0.1 以下の 0.01 とかです。僕の視力はすごいです。すごい悪いです。いきますよ、せーの。おお、うお、見える。キャノンが見える。 EOS70D も見えるし、モニターも見える。うわ、マジで視力が一気にアップした。でも、なんつうんだろう、細かいところは見づらいんだよ。これ説明書きにも書いてあったけど、細かい文字とかを見て勉強しなきゃいけない時とか向いてないです。目にプツ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 穴開いてるから、なんだろう、こうなんかモニョ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 って。いや、でもね、キャノンが見えるようになった。うわ、いいわこれ。俺これで暮らせるかもしれない普段。俺家でこれから動画これ撮るかな。どうもこんにちは、瀬戸浩司です。これでいこうか。じゃあちょっとこれでいきますわ。僕トレーニングメガネすごく良かった。はい、次、時間がねないのでどんどんいきますよ。じゃあ次、これいこうかな。はい、ちょっとやっぱ外すわ。これやっぱ外すわ。やっぱね、ちょっと
やっぱこっちの方がいいや、こっちの方がいいや。はい、こちら8連発ピストル。これすげえぜ。音が出るおもちゃピストル。ピストルってね、やっぱね、やっぱ持っちゃダメじゃないですか、ピストルって。日本はね、8連発ピストルの弾別売りを入れて使いますということで、はい、こちらも買ってあります。8連発ピストルの弾、こんなに分かりやすい商品名がこれまであっただろうかというぐらい分かりやすいです。これセットですね。これをちょっとね、セットして音を出してみたいと思います。対象年齢は7歳以上、気をつけてくださいね、これね。人に向けちゃダメだから、これちょっと今からやってみましょう。はい、こちらが8連発ピストルでございます。一回打っていい？あ、もうこのまま、このまま打てるんだ。こうね、はい。そしてこの火薬ね、ちょっとどんだけ音出るのかな。うちもね、これマンションだから、上の人とかさ、近所の人に迷惑になっちゃう。あー、これ昔よく見たわ。これですよ、昔よく見た。これって結構音鳴るやつじゃねえかな。これ結構音鳴るやつのような気がするな。あんまりね、100円ショップでこういうのは皆さんには僕おすすめしないかもしれない。はい、ここにいました。で、これをこう閉めます。うまく閉まんない。やっぱ100円だけあるな。閉まりました。ちょっと怖えな、これ怖えな、これ。ちょっとじゃあ打ってみましょうか。ちょっと俺銃の打ち方がよくわかんないんだけど、いきますよ。ディリリディッディリ。おい待て、おい待て、撃つぞ撃つぞ、動き出すぞ動き出すぞ、せーの。うわ、くさくさくさ、花火の匂い、花火の匂い、花火の匂い。へっ、うわうわ、これはいかん、これはいかんぞ、これいかんやつ、これいかんやつ、これいかんやつです。これ火薬ね、やっぱ保管するのもね、火とかついてるとやっぱ爆発しちゃうのかもしれないしさ、危険なものなので、やっぱこれを動画を見てるちびっ子はね、あんまりこういうのはね、危険だから、お父さんお母さんに怒られるからね、買わない方がいいと思います。近所迷惑だからちょっとできない。やるとだったら外とかだったらね、いいかもしれないけど。はいはい、次でーす。やっぱね、鉄砲はね、良くないということでね、次の商品、はい、シューティングガンです。ね、買っちゃったのよ。なんか鉄砲がいっぱい置いてあってさ、ほら、炎のシューティングガン。今度ね、対象年齢さらに落ちました。対象年齢4歳以上。まあね、さっき7歳だったけど、もう4歳ならいけるでしょ。しかもこれね、これ弾出ないやつだから、弾買ってないもん、これは。はい、出ました。これが炎のシューティングガンです。これはどうやって遊ぶのかな。引き金を強く引くと、ここから火花が見えます。マジか、ここだ、ここから火花が見えるって。ちょっと待って、一回ね、引いてみるよ。いきますよ、じゃあ、せーの。こうやってしてるよ。さあ、もっとやろうか。いくよ。これが炎のシューティングガン。だ、さっきのとも持つと、もうこうですよ、こう。ででででで、ででででで。そしてもうこれだ、もうこれ、もうトレーニングメガネかけるから、トレーニングメガネに8連発ピストル、そして炎のシューティングガン。ででででで、ででででで、ででで。皆さんこんにちは。新しくゲーム実況チャンネルを作りました。 PC でご覧の方はこちらをクリック、スマホでご覧の方は説明欄のリンクをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは瀬戸浩二のゲーム実況チャンネルで素敵な夜を過ごさないか。